こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では40代の男性におすすめの秋コーデベスト3というテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。僕自身はですね、一応年齢非公表にしているんですが、30代後半で40代にですね、片足を突っ込んでいるような年齢なわけなんですけども、そうなるとですね、やっぱり30代前半の頃と似合うものが変わってくるわけですね。個人的にはトレンド感のある服をどんどん着たいんですが、年々ですね、トレンド感を調整しないと、なんかちょっとこう頑張ってる感が強くなるなというのをですね、僕自身も実感してるわけですね。まあ、この動画を見ていただいている方はですね、結構30代から40代の男性が多いわけなんですけども、40代以降の男性であれば僕と同じように最近着る服がなんかしっくりこないなと感じている方も少なくないかなと思うんですね。まあ、そんな時に今回の動画がきっと役立つかなと思うんですが、僕が普段お伝えしている内容の中でもですね、よりベーシックで40代以降の方にも似合いそうなコーディネートをですね、3つご提案させていただきたいなというふうに思っています。もちろんですね、40代以降の方だとか、僕と同じように30代後半の方にも似合いますが、意外とですね、20代後半とか30代前半の方も見ていただいている方多かったりするんですね。まあ、そういった方の中でも、割とトレンド感に寄りすぎたものはあんまり得意じゃないかなという感じの方には結構ハマる内容かなと思うので、ぜひ最後までお付き合いいただければなというふうに思っています。まあ、僕自身ですね、今回のコーディネートをですね、事前に確認しながら、あ、こういったものがしっくりくる年齢になってきたんだなというところで、ちょっと感慨深くもなったんですが、ぜひ皆さんもですね、最近なかなか服が似合わないなと感じている場合は、今回の着こなしを参考にしながらですね、秋のコーディネートを楽しんでいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのですね、アイテムですとかコーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで、ここからはですね、具体的なコーディネートを皆さんに解説したいなと思ってるんですが、まず一つ目は、こちらのベージュのステンカラーコートですね。こちらをメインにした着こなしなんですが、まあ最近は朝晩はかなり冷え込むので、こういったですね、コートが一着あると、すごく使いやすいかなというふうに思っています。まあロング丈のコートというのは、着るだけで、なんとなく大人っぽく見えるので、僕ら30代、40代の世代にはですね、比較的似合いやすいのかなというふうに思っています。そしてその内側にはですね、ライトグレーの、まあ、ニットとスウェットの中間のようなアイテムですね。まあ、こちらに関してはですね、ニットで間違いないかなと思うんですが、まあ、こういったステンカラーコートと丸首のニットは相性がいいので、このような形で合わせています。まあ、色に関しては少し明るめで上半身はまとめた方がいいので、ベージュのコートと内側はライトグレーを今着てますが、あとはオフホワイトだとか、ナチュラルですとか、他にはホワイトみたいなものでもいいかなと思うんですが、まあ上半身は明るめにまとめて、ボトムスに関してはですね、今僕が履いてるのはデニムスラックスみたいなものですね。基本はリジットの色落ちのしてないような綺麗なデニムなんですけども、僕が履いてるのはセンタープレスが入っていて、少し小綺麗に見えるようなものですね。まあこういったもので合わせてもらってもいいですし、またはユニクロにもですね、こういったセルビッチのですね、リジットデニムみたいなものがあるので、そういったもので代用してもらうのもいいかなと思ってます。まあデニムというのはやっぱり40代以降の世代にとっては定番のアイテムなので、ぜひ使っていただきたいなと思うんですが、まあ最近はですね、色落ちの強いものよりは少し上品に見えるような、こういったリジット系がですね、トレンドにもなってますし、まあ世代的にもこういった濃い色の方が似合いやすいかなと思うので、ぜひ合わせていただければなと思ってます。で、足元はですね、ちょっと見えづらくて恐縮なんですけども、ブラックのレザースニーカーですね、これが大人世代にはやっぱり使いやすいんですね。ちょっと革靴ライクに見えるんだけども、ソールの部分がホワイトになっているので、適度にカジュアル感があるというのがですね、ブラックのレザースニーカーなんですが、本当に40代以降の大人世代には使いやすいので、ぜひチェックをしていただければなというふうに思っています。まあ、このようにですね、コートというところで少し綺麗めな雰囲気がありつつも、
全体的にはですね、ニットにしてもデニムにしてもスニーカーにしても程よくカジュアル感のあるようなスタイルは僕ら世代には似合いやすいかなと思うので、ぜひトライをしていただければなというふうに思っています。まあ、個人的にはですね、内側に着るのはパーカーぐらいが気分がいいんですが、まあそういったものが似合うのもやっぱり30代後半だとか40代前半でその人の雰囲気次第かなと思うんですね。ですので40代以降の大人世代で比較的真面目な雰囲気の方はですね、パーカーよりもニットの方が優先順位が高いかなと思うので、今回の着こなしを一つの参考にしていただければなというふうに思っています。はい、続いて2つ目のコーディネートを皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まあ、先ほどのようなロングコートまでを羽織るほどじゃないなという時はもうちょっとですね、ライトなアウターを羽織ってみるとすごく便利かなと思うんですが、僕が今着ているものはですね、今季のグリーンレベルのカバーオールですね。まあこういったものは丈がですね、先ほどのものに比べると短くて、もうちょっとサクッと羽織りやすくて、個人的には一つあると便利なのかなというふうに思っています。まあ最近はですね、シャツアウターと呼ばれるようなジャンルがかなり盛り上がっていたわけなんですが、まあその延長線上にあるようなアイテムで、まあカバーオールなんですけども、シャツの生地よりも少し厚いかなぐらいのものですね。こういったライトなアウターは僕ら大人世代にも似合うので、ぜひトライをしていただきたいなと思っています。そしてその内側なんですが、こちらはですね、プラス J のスタンドカラーシャツなんですけども、ストライプ柄という形でですね、着こなしに適度なアクセントを作ることができるんですけども、まあ、このようなですね、シャツっぽいアウターの内側に、スタンドカラーと呼ばれるような襟元がスッキリとしたシャツはですね、結構相性が良くて収まりがいいので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなというふうに思っています。まあ、シャツというアイテム自体が、やはり大人世代には似合いやすいアイテムなので、このような形で適度に綺麗さを取り入れてあげるとすごくバランスがいいんじゃないのかなというふうに思っています。そしてボトムスに関してはもうシンプルにブラックのスラックスでまとめてしまうとすごく収まりがいいです。僕が今履いているのはグローバルワークのアーバンスラックスですね。これがですね、やっぱり大人世代にはすごく似合いやすいですね。まあシルエットはですね、もも周り少しゆとりはありますが割と細身なんですね。まあ、スラックスということでセンタープレスも入っていて、すごく足が綺麗に見えるので、このスラックスは1本持っておいて、まず間違いがないのかなというふうに思っています。ただ、このアーバンスラックスがちょっときつくて入らないという場合は、ユニクロのスマートアンクルパンツですね。こちらで代用するのもいいかなと思うので、まあ、どちらかブラック系のスラックスで合わせてもらうとバランスがいいんじゃないのかなと思っています。で、足元なんですが、まあ、スラックスがブラックでちょっと重たいので、これに対して靴までもブラックだとちょっと重たいかなと思うので、ホワイト系のレザースニーカーですね。今回はジャーマントレーナーを合わせています。まあ、こんな形で、靴っていうのはボトムスと靴の相性を見てバランスを取るのがいいかなと思ってまして、今回はブラックなのでホワイトにしましたが、先ほどのようなデニムのような少しカジュアルな感じだとブラックのスニーカーで締めてあげるというのがバランスがいいので、このあたりも頭の片隅に置いていただければなというふうに思っています。はい、続いてラスト3点目の着こなしはこちらのネイビーのセットアップを使ったコーディネートになってるんですが、めちゃくちゃ王道ですよね。まあこういった着こなしこそですね、40代の男性にはやっぱりなんだかんだで使いやすいかなと思うので、ぜひご紹介できればなというふうに思ってます。合わせ方としてはネイビーのセットアップで組んで、内側にはですね、なるべく薄手のニットを合わせてもらうとやはりバランスがいいんじゃないのかなというふうに思ってます。まあ、首元を見ていただきたいんですが、モックネックになってまして、普通の丸首に比べると少しだけ襟が高いのがわかるかなと思います。まあもう少しですね、まあ秋冬になるとタートルネックという選択もあるんですが、個人的にあんまり好きじゃないんですね。首に違和感があるというか痒く感じるので、あまり僕は着ないんですが、その代わり普通の丸首よりもですね、少し季節感が出るようなモックネックセーターを着てあげると、まあ今っぽさを出しながらも適度に暖かいのと、あとはですね、襟元がしっかりと首にフィットするので、きちんと感も出しやすいんですね。ですので、ぜひ皆さんモックネックセーターをですね、1枚は揃えていただきたいなというふうに思っています。僕が今着ているのは昨年購入したナノユニバースのモックネックセーターなんですが、色はですね、このようなミディアムグレーがなんだかんだで王道感があって使い勝手がいいかなと思います。今のようなネイビーのセットアップにもハマりますし、まあそれ以外にもですね、この上にコートを着るときにも相性が良かったですので、このようなド定番のですね、ニットも1枚用意しておくとすごく便利なのかなというふうに思っています。で、ネイビーのセットアップのサイズ感なんですけども、まあ40代以降の男性であれば、
今トレンド感のあるようなゆったりとしたものも必ずしも似合わないということはないかなと思うんですが、やはり王道感のあるようなジャストサイズで選んでもらった方が似合いやすいかなと思いますし、40代の世代の方々の周りのご友人だとかお仕事の関連の方もやはりですね、ビッグシルエットみたいなものにまだ見慣れてない方が少なくないので、このようなジャストサイズがやはりですね、好感度が高いのかなというふうに思っています。僕自身ですね、このようなスタイルは結構久々で、今やることがないんですね。やっぱりセットアップを着るときにもちょっと緩めに振ったりだとか、このようなですね、タイトめなハイゲージのニットってあんまり着ないんですが、やっぱりですね、改めて着てみると王道の良さというのがあるなというのを実感をしました。このようなスタイルは大人の男性にはすごく似合いやすいので、ちょっとずつ変化球を交えながらトライをしてみるのもいいかなと思ってます。例えばネイビーのセットアップをブラックにしてみるだとか、ダークグレーにしてみるのもいいかなと思いますし、あとは内側に着るニットの色ですね。ここを変えるだけでも全然印象が変わるかなと思います。もうちょっとカジュアル感を出したいのであれば、ホワイト系だとか、あとはオフホワイトを合わせるのもいいかなと思いますし、あとはもっとカジュアルに振りたいのであれば、ボーダーのニットを合わせるというのも一つの方法かなというふうに思っています。そしてもう少し季節感を出したいのであれば、ブラウン系のニットを合わせてみたいだとか、オレンジ系のニットなんかも相性がいいかなと思うので、この着こなしを一つのベースとしながら、ぜひセットアップのスタイルも楽しんでいただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では40代以降の大人の男性に合う秋コーデをですね、皆さんに具体的に3つご紹介させていただきました。ロング丈のコートを主役にしたものですとか、あとはですね、ちょうどお尻が隠れるぐらいな丈のですね、ライトなアウターを使ったコーディネート、そして今しているようなセットアップのコーディネートですね。この3種類があれば結構ですね、様々なスタイルが楽しめるかなと思うので、まずは一つの着こなしの軸としながらですね、皆さんのお好みの形でカスタマイズするとですね、着こなしの幅楽しんでいただけるのかなというふうに思っています。今回ご紹介した3つのスタイルというのは、僕自身の普段のスタイルというよりはですね、40代以降のお客様にスタイリングをする際にですね、結構使うようなものなんですね。ですので大人の男性にはですね、似合いやすいスタイルとして、ぜひ皆さんもですね、頭の片隅に置いていただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは、大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。